皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ウクライナの F-16 のパイロット、実はもっと多い説ですね。あと、イタリアのメローニ首相ですけれども、ロシアの魔の手という話です。では参ります。 え本日は F16 の話。あとは、ウォールストリートジャーナルの記者の方が捕虜交換みたいな形で、囚人交換で交換されました。で、これがアメリカの大統領選につながってるっていう話を少しだけ。で、最後に、イタリアのメローニ師メローニ姉さんにロシアの魔の手が忍び寄ってるという話でございます。まずは、ウクライナ情勢は F16 から行きたいんですけれども、ウクライナの攻撃から行きたいと思います。クリミアのセバストーポリ。 にエータクムスを打ち込みましたっていうそういうううそ話で、ございますで一応ね、最大戦果として、S400 の防空システムの発射機4つとレーダー1個という大戦果が上がったんじゃないかっていうことが言われてます。なぜかというと、S400 が置いてあったところに、NASA のファームスで火災が検知されてるから。うん。ということで、最大でね、発射機4つとレーダー1つという大戦果じゃないかっていうことが言われているんだけれども、 一応ね、こっちに関しては、えー、迎撃されたエイタクムスの写真も公開されていて、まだね、クラスター弾の師団が解放されていない状態のものが迎撃されているというのが分かっているのでうん、最大値の戦果までは行ってないかもしれません。それでもウクライナがこういう攻撃を少しずつ積み重ねている理由としては、 防空システムを叩いていくと、えロシアは戦闘機で、滑空爆弾を最前線で打ち込むときに、支援が受けられないっていうことになりますね。そうすると、航空優勢取ってるロシアも、あんまりね、戦闘機を自由に飛ばせなくなってくる。なぜかというと、F16 が入ってきて怖いからっていう、そういう話になります。なぜ怖いかというと、F16 が実際に、 何機入ってきて、そしてパイロットが何人訓練を終えているのかっていう具体的な情報が実はね、分かってないから。一応ね、メディアとか SNS で言われてるのは、えー、最初6機で訓練終わったのが12名って言われてるんだけれども、これはね、実際には分からないっていう、そういう話になります。で、そんな中、ウクライナがですね、パイロットと整備士の募集をしたっていう情報が入ってきましたね。で、 えー、この情報にロシアファンの人たちが飛びついていて、これ募集しなければいけないほど、やっぱりウクライナはパイロットの数が足りないんだと、訓練終わってないんだ、わいわいって言ってるわけですけれども、いやいやと、えー、事実はその逆なんじゃないのっていう、そういう話でございます。実はですね、ロシアファンの皆さんがなんで訓練が終わってるパイロットの人が少ないと考えているかというと、それはロシアが撒いた偽情報を信じているからなんですね。 ウクルインホルムに行きたいと思いますが、ウクライナの F16 パイロットの不適切な訓練に関する脅威が西側諸国に広まっているということで、ルーマニアで訓練はしたけれども、実は訓練終わった、最終訓練終わった人が3人しかいないっていう情報をロシアがプロパガンダで撒いてました。で、わざわざルーマニアの公式文章だみたいなものもロシア語にしてですね、えー、世間に撒いていたりしたわけでございます。 うん、英語とかね、あの、ロシア語に変換してまで巻いていた。けれども、ルーマニアこれ否定してます。そんな公式無視はありませんということで否定しているので、虚偽の情報だということになります。ところが、ロシア君ここですね、うっかりペロッと喋っちゃってることがある。訓練終わってるのは3名。ところが、ルーマニアで訓練をしている全体の数までいっちゃってるんですね。 50人ルーマニアで訓練しているけど、3人しか終わってませんっていう言い方をしている。実際ですね、アメリカが訓練終わった人は12名って言ってるけれども、イギリスでも10名終わったとか、実際トータルで何人実は訓練してんのっていうことが分かりません。という中で、ロシアが掴んでいる人数は50人だっていうことが、この偽情報から見て取れるっていうことになりますね。えー、それでもですね、ウクライナがなんで F16 のパイロットを募集するのかという話なんですけれども、 えー、年内でね、最低でも79機ぐらい取得すると言われてます。で、100機も超えてくるって言われてるので、そもそも足りないというのがまず一点です。で、その上で今、広報任務をしておりますけれども、できるだけ早く前線でも使いたいわけですよ。で、その時にすでに経験値のあるパイロットっていうのを募集するというのは理にかなってるという、そういう話になりますね。 一応ね、入手する F16 はほとんど単座式じゃないかと考えられますけれども、一部ね、複座式のものも混じってるということなので、入手する F16 の数以上のパイロットがやはりいるということになるので、えー、最大今50名訓練していたとしても全然足りないから募集しているというお話だと思います。 はい。ではですね、次に、ウォールストリートジャーナルの記者のね、解放のお話。これはね、ちょっと手短に行きたいと思います。ウォールストリートジャーナルなので、ウォールストリートジャーナルからおめでとうございます。えー、ロシア週刊のウォールストリートジャーナル記者ら解放ということなんですけれども、戦後最大の囚人交換だった。 ちなみにロシア君は他国に入って暗殺やら独殺なんかを試みる国なんですけれどもそれで実行犯が捕まると国の中で外国人その国の人を何かしらの理由で引っ取られて交換を持ちかけるっていうことをずーっとやってます今中国が真似してますけれどもそれをロシア君はずーっとやっているわけですね今回もその文脈なんだけれどもなぜこれが成功したのかといえばロシアとしてはどうしても取り戻したい人がいたからっていう話になりますそれがねこちらの ですね、ワジム・クラシコフという人だそうですがこの方はドイツで殺人事件を犯して終身刑になっていますクリミアタタール人の指導者の方クリミアの指導者の方ですねうんこの方の殺害をしました DNA の鑑定でも一致したので間違いなく黒という人ですロシアはねそんなことしてないって否定してますけれども科学的捜査で黒が立証されている方この人をどうしても取り返したかったなぜかというと ロシアは今後とも国の外で暗殺事件を続けていきたいからということですね。実際にこういうヒットマンのような鉄砲玉になった人をロシアは見捨てないことで次に任務をする人っていうのをね、ちゃんと任務させるっていうことがあります。さらにロシア側からするとこの人は任務成功しているのでそのノウハウを国の中に持ち帰って次につなげていきたい。 つまり、これからも国の外で暗殺事件を起こしますからねっていう、そういう話。本来であれば、こういう形は、えー、取りたくはなかったのが西側ということになりますが、今回ドイツはこの人を解放するということを決断しました。おそらくアメリカの強い意向があったんじゃないかというふうに考えられますけれども、JSF さんですね。よろしくお願いします。産経新聞の記事を引用してますけれども、えー、米ロなど身柄交換、米大統領選でハリス氏に追い風という、うん。 そういう記事を産経新聞が書きました。で、これ JS さんも書いてるんですけれども。 ハリスさんの功績ではなくて、バイデンさんの功績ということになります。それでも民主党には追い風になるかなというところですね。アメリカの大統領選挙が絡んで、ロシアの思惑とも一致して、今回この解放撃があったんじゃないかなという、そういう気がいたしますけれども、ついでに大統領選挙の現在地だけ話をしようと思いますが、当チャンネルとしては民主党共和党どちらかを応援するという姿勢は取りません。あくまでも日本の安全保障を大事にどっちになってもというと ところで、情報を眺めていきたいと思います。けれども、現在しね。ちょっとハリスさんが有利になってきているような状況ですね。本当にわかんないなと思うんですが、元々5部でした。で、ところがバイデンさんとトランプさんの討論会ですね。ここからまあ、状況が変わってくるバイデンさんがイード4。 よどむし、年齢を感じさせたというところで、トランプさんの支持率が上がっていく。さらに、トランプ銃撃事件があった。これで奇跡の写真1枚がありましたよね。えー、正常教バックにね、拳を突き上げるっていう、そういうまあ1枚があって、これはもう大統領選トランプで決まりかっていう状況になりました。ところが、バイデンさんが大統領選を撤退するということを表明することで、また状況が変わります。 で、ハリスさんがあまり期待されていなかったのに最初のスピーチで見事なスピーチをしました。やっぱりこれいけるんじゃないか。さらに言うと、 バイデンさんが撤退したことで、アメリカの大統領選挙の歴史の中で一番の恒例での出馬がトランプさんになってしまったわけですね。で、世代交代っていうのを訴えるという作戦で、無党和層の若者がハリスさんを支持する形になって追い上げていきました。で、それが今、スイングステートと呼ばれる激戦州にも波及していて、 スイング生トでもね、今五分五分というところまで数字が戻ってきてしまったんですね。で、この状況の中でトランプさんは9月に行われる予定だったハリスさんとの討論会ですね。これを白紙にするということを言い始めました。ただしこれは討論会をしないという意味でトランプ陣営が逃げているという意味ではなくて、おそらく根本的に選挙戦略を練り直ししなければいけなくなったという状況だと思います。 どの部分で自分をどのコンセプトで押し出して、どのコンセプトでハリス批判をするのかというところをもう一度根本から練り直さなければいけないので、一旦白紙にしたっていう。 そういう話じゃないかなと思います。つまり、今、本当に五分と五分のような状況。しかし、ここから、トランプ陣営が盛り返すためには、まず、弱みとしては、移民問題になりますね。ハルシさんは自分が大統領になったら、1000万人以上の不法移民をすぐ合法にするってことを言っているので、これ反発を食らう可能性があります。この部分。で、もう一つは、やっぱり激戦州をどう取るかというところで、バンスさんを、 え、副大統領候補にしたのは、この激戦州で人気があるからしたわけですよ。ところが、え、民主党ハリス陣営の方が、ペンシルベニアの現職の州知事の人ですね、え、シャピロさんという方、この方を副大統領にするっていう情報が出てきていて、このシャピロさんという方は大変人気があります。実は、このペンシルベニア州の中の共和党支持者の、しかもトランプ支持者、トランプさんを支持している人の35%ぐらい、 3割ぐらいがこのキャピロさんも支持してたりするんですよ。トランプ支持者からも人気があるぐらいの人で、2020年の大統領選挙民主党の予備選では、バイデンさんにも勝ってる。うん。ペンシルベニアの中では。っていう人を副大統領に持ってくるっていうことになると、スイングステート、この激戦州でもハリスさん有利になっていく可能性がある。なので、トランプ支援としては今練り直しをしているんだけれども、手として大なたを振るんであれば、うん、これですね。 副大統領候補にしたらバンさん切るしかないと思います。で、えー、自分からは切れないんですよね。指名しちゃったから。なので、バンさんが辞退するっていう形を模索しているんじゃないかと思いますね。実際の大統領選挙始まる頃に、えー、トランプさんの副大統領候補の方っていうのはバンさんじゃない人になっている可能性があるということで、まだね、先が見えない状況だというお話でございます。はい。では、イタリア、メローニ姉さんに、 ロシアの魔の手という話を最後にしたいと思いますが、まずはね、外観の話ですね。2ヶ月前のニュースになりますが、ロイターです。メローニイタリア首相、欧州議会で躍進というニュースがありました。欧州議会でメローニさんの政党が大幅に議席を増やしたっていう話。ニュースとしては、極右が議席を増やしたみたいな感じで出てきた時期になりますけれども、え欧州議会を運営する上で、委員会をこの後組織するんですが、実は委員会の選出 人員の選出の中ではメローニさんは礼遇されました。これはこの選挙であまり勝てなかったドイツとフランスが組んだんですよ。というところで、ここでイタリアとの遺恨があるんだけれども、ここにロシアが付け入ってきてるんじゃないかという話。どういう形で付け入ってきてるかというと、全然関係なさそうなこのニュース。日経新聞。突然のベルルスコーニ空港ということで、イタリアの副首相が、 えー、ミラノにあるマルペンサ空港というところの名前をベルルスコーニ空港に変えるっていうことを突然発表しました。で、ベルルスコーニさんという方は、まあ有名な方ですけれども、ロシアと大変仲がいい。これだけでも批判されてるのに、もともと汚職がすごかったっていうことが言われてる人です。イタリアもね、汚職結構すごいんですよ。ということで、ここをベルルスコーニ空港に変えるっていうことで、イタリアの国内でものすごい物議が起こってます。で、こうなるとメローニエさんとしては、 局、つまり新ロシア側を擁護するのか、それとも保守としての独立の立場に立つのかという踏み絵を踏まされることになる。じゃあ、これを言ったザルビーニという人を辞めさせりゃいいじゃないかっていう話なんだけれども、このザルビーニという人を内しろにはできません。なぜかというと、これの前のコンテ政権、イタリアって連立政権ですけれども、この人が離脱するって言ったからコンテ政権は終わったんですよ。で、メロニ政権になった。 という連立のね、弱みみたいなものがあります。ここをついてきているっていう話なんだけれども、このマッテオ・ザルビーニという人は同盟、リーガーって言うんですけども、同盟という党の当初をやってますが、かつてイタリアの首相はプーチンになってほしいって言った人です。で、さらにこの同盟という党にロシアからいろんなお金が流れているという疑惑があります。 2018年に大きな事件がありました。ロシアのモスクワメトロポールというホテルで、まあ大きな国際的な商談がありました。で、プーチン容疑者も参加しているような大きな会だったんですけれども、ここに一人のイタリア人が参加していました。それがジャンルカーサボイーニという人ですね。プーチン容疑者の後ろに写真に写っているのが確認されているこの人なんですけれども、この人が、ロシアの エネルギー会社との商談の話をしている音声というのが流出しました。これが発端になったんですけど、何の話をしていたかというと、まあ要するに石油買うっていう話なんですが、日本円にして2300億円の商談です。ところが、その4%を非公式に値引きしてほしいと。で、4%なんで約90億円。その90億円が、ザルビーニさんの政党、同盟という極右政党の選挙資金になるんじゃないかっていう、 そういう疑惑が出ていたわけですね。で、これをもって同盟がイタリア国内でロシアの意見を反映させる、欧州議会ヨーロッパの中でロシアの意見を反映させるっていう、ロシアの衛生的な政党の役割をするんじゃないかということで、問題視されたっていう話です。ただし、この商談そのものが成立しなかったんじゃないかなと思うので、不基礎になったんじゃないかというふうに思いますけれども、なぜこれに同盟というとその党首のザルビーニさんが関係しているかといえば、 ザルビーニさんはこのサボイーニさんという、えー、プーチンをと一緒に写真に写っていた人、この人とは面識がないってことを言ってるんだけれども、イタリア国内ではそんなわけはないっていうのが当たり前ということになってます。なぜかというと、この商談があった同じ日に、同盟の党首サルビーニさんという方はモスクワにいました。さらに、もう一人気になる人物もモスクワにいた。 それがクラウディオ・ダミーコという人なんですが、このクラウディオ・ダミーコという人は、同盟というと、もっと言うと、ザルビーニさんの国際的な、えー、顧問みたいなのになってる人なんですよ。顧問をしてる人。で、このダミーコさんとしてはもう一つ教会に入ってるんだけれども、その教会がロンバルディア・ロシア文化協会と言います。 ロンバルティアというのはイタリアの北西部の地域を指すんだけれども、まあロシアと仲良くしましょうねっていうロシア文化を紹介していくような教会になります。このロンバルティアロシア文化協会の会長が先ほどプーチン容疑者と一緒に写真に写っていたサボイーニという人なんですね。 しかもこのサボイーニという人は、このロンバルディア地域でメディアを監督するような委員会の副会長もやっているということで、ロシアとしては何が何でも仲良くしたいような人だったということです。この橋渡しと役としてダミーコという人もいたということで、つながりないわけないだろうっていう話にもなっている。あと、プーチン容疑者がイタリアを訪問した時にも、インタビューをするような席の一番前に、ザボイーニという人が座っていたりとかっていうね。 そういうこともあって、やっぱり仲いいねっていう話にもなって、もう隠しきれないような状況になってきているっていうことですね。なので、同盟という党は、ロシアから大変金入ってんじゃないのって疑われてる。その党の党首が今、副首相をやっていて、イングラ賞をやっていて、その人がベルルスコーニ空港に帰るっていう、そういう発表をいきなりしたということで、メローニ姉さんに踏み絵を提示したっていう状況があるということです。 かなり難しい舵取りを迫られるメロニさんですけれどもまあ姉御肌を発揮してねこの状況を乗り切ってほしいと思いますがロシアがこれ国際的に今やっている、えー、ハイブリッド戦争みたいなことになってきますどういうことかというと、えー、いろんな政治的意見を対立させることでその民主主義国の中というのを分断していくんですね でマジョリティを取る必要はなくてその中のマイノリティでもいいから自分たちの味方につけることでその分断を拡大させていくっていうようなそういうやり方をしています EU でいうと NATO でいうとやっぱりハンガリーとかスロバキアっていうことになりますね日本国内でもロシアのプロパガンダを思いっきり信じてしまっている人になりますまあとある宗教団体とか強烈に信じてますけれどもそういうところさえつかんでおけば 分断を止めることはできないっていう作戦をしているわけですね。ここを乗り越えていかないといけないという戦いが我々にもあるよという、そういうお話でございます。というところで、本チャ容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。